ストーブリーグ2024外国人助っ人の去就を徹底予想一発。フェードロー野球チャンネル。我々フェードロー野球チャンネルは年内チャンネル登録者数5万人目指しております。ぜひチャンネル登録お願いします。浅いぐらい腕まくってますね、カープに。ヒューがこじる。いや、もうですね、昨日は FA をね、はいはい、今週を予想させていただきましたけども、うん、まあちょっと残量多そうだと。ただ、一個動き出せば動き出す可能性あるよというところもやりました。あと気になってるのはね、やっぱり皆さん、外国人挙手。一人目玉がいます。やっぱりそこを、今回はですね、全球団、外国人の挙手、まあ報道出てるのもありますから、それを踏まえた上で、あの選手はじゃあどこの球団行くのってどこまで今日は予想させていただきます。あれでもレイエスが残って誰だろう。いやいやいや、レイエスが一番上だったんですね、あなたの。そう。いや、いますよ。じゃあ順番にセリーグからまず去就を見ていきましょうか。はいはい。まずね、巨人、まあ報道的にはケラー選手とヘルナンデス選手の残留は濃厚だろうと。来季ね、投手1人、野手1人で、グリフィン投手とバルドナード投手の交渉っていうのは継続してやっていくよというところなんですけど、まあぜひ残ってほしいっていうところであると思うんですね。そうすると、ウレーニャ選手、メンデス選手はリリース、でモンテス選手どうなのというところだよね。まあフルプ選手をね、育成で取ったりとかいう動きもありながら、このモンテス選手ちょっと中ブラリンなのはちょっと不気味、契約しない可能性がちょっとあるなというところで、モンテス選手もね、最後はちょっと成績落としましたけど、欲しい球団あるんじゃないのと。まあツーベースが欲しいね、球団はな。ね、ツーベースが欲しい球団。まあなのでモンテス選手は後でね、去就ちょっと予想したいなと。ほうほうほう。そして阪神ですね。阪神は野手のノイジー選手、メッセ選手は来季構想外というところで、ビズリー選手とゲラン選手は残留交渉を今している段階でございます。そんな中ね、内野手のアルナエス選手22歳と育成契約を結んだと。なんか去年もね、ピッチャー育成2人で取りましたけど、なんか阪神は育成からちょっと育てようとしてるかもしれないですね、これ。それにしてもですね、おそらく来季野手っていうのは1人内野手2人、また連れてくるっていうのはまあほぼほぼ間違いないんだろうと思います。まあ阪神多分4人体制ぐらいで、そんな取りまくるってことはないでしょうけど、現段階ではそういう予想。そして DeNA がね、全く報道出てないんですけど、メンツビルドね、ジャクソン K 選手はだって先発やったでしょ。まあ残しね、でウィック選手、ウェンデルケン選手も中継ぎバリバリ回ったよね。まあウェンデルケン選手途中からだけど、そしてオースティン選手とフォード選手、これ全員ね、残留の可能性があるというところで、そうするともういじれない、いじれない。外国人枠5枠ですから、で最大投手野手でそれぞれ4って考えると、投手4体制これでいくなら、動かせないなというところはあるんだよね。ただ来季優勝に向けてこれ DeNA 本気出してくる可能性もゼロじゃないんでね、難しいな。難しいんですよ、ここら辺が。コンオフ DeNA やっぱり主役になりそうだと。うん。でカープね、カープ、カープはね、野手はもう2外国人ともリリースといたか。まあシーズン途中でね、もうあれですけど、ギアス、ロペス、その辺か。あ、違います。全然違う。いつ話してた。コルネール選手は6年契約の真っ只中なんで、多分残留でしょうね。これもない。で、ハーン投手どうするかっていうのはあるんですけど、絶対よね。ね、それでも投手1人、で野手は2人、また連れてくることになるというところなんですけど、もう野手2人なら1人ぐらいさ、他の球団で浮いた選手を保険でパンと取っとくっていうのはありだよね。なのでそこら辺の起用があるのか、カープ注目。そしてヤクルトはね、早々にオスナ選手、サンタナ選手の残留が決まりました。これね、投手の情報は出てないんだけど、ヤフーレ投手の成績なんか見るとやっぱり残留だよね。そうね、ロドリゲス選手もちょっと残したいかなと、年齢とかも含めてね。ロドちゃんはね、優先順位高いでしょね。だサイスニード投手なんかが、微妙なところなんだよね。まあとはいえ、やっぱりヤクルトっていうのは投手に外国人枠を使いたいわけですよ。そうすると野手の2人はもうこれで決めて、投手をもう2人ぐらい連れてくる、新たにね、そうだね、可能性があるなと。まあその場合サイスニード投手はちょっとリリースって形にはなってしまうと思うんだけど、まあそれぐらいのことは今年やってくる可能性はあるなという見立てだね。そして中日リカーソン選手とフェリス投手が構想外というところの報道が出ました。そんな中でね、まあ、マルティネス選手だよね、ライデル、ライマル、このライマル選手の去就ですよ、一番の目玉は。今日サムネまあバーンとライデルでいいですよ、本当に。まあ検討しましょう。レイエス使う気だ。どうしよう。
まあね、なので、それを踏まえた上でも、中日もね、今年ドラフトめちゃめちゃいい感じでできました。来季優勝狙うなら、野手1、投手1、さらに連れてくる可能性は全然あるというところ。マルティネス選手残留だとしてもね、っていう形だね。じゃあパリーグ見ていきましょう。パリーグ。ソフトバンクね、ウォーカー選手はちょっともう放送外というところで。あ、そうなの？そうなんですよ。まあね、出れなかった。ただね、ソフトバンクの嬉しい誤算としては、ジータ選手が早めに台頭してきてくれたっていうのは、これ非常にでかいですよね。で、あとは投手4人がもう、誰一人切れない、モイネロ選手、スチュワート選手、オスナ選手、エルナンデス選手なんで、しかもあの先発に中継ぎにっていう、これ黄金比なんですよ。これだったら、全員ベンチに入れて回せるんですよね。中継ぎは常に2人入れといて。なので、そう考えると、マルティネス選手、ね、参戦するって話出てますけど、どうすんのっていうね。いや、それでもするような気がするけどな。まあ、確かにモイネロ選手があと1年で日本人枠になるんですよ。空白の1年ね。誰かちょっと泣いてくれっていう1年作って。いや、あると思うな。可能性はあるんですけど、まあそれでも野手1人をこのウォーカー選手の代わりにポンと追加するっていう可能性は、うん、まあするでしょうね。ジータ選手ともう1人野手っていう形にするのかなとは思います。そして日本ハム。日本ハムは、レイエス選手、マルティネス選手が残留と。ありました。俺ね、で4投手がね不明なんですよ、まだ。これがね、まあ、絶妙な成績なんだよね、4投手が。仕事してないわけじゃないんだけど、より高みを目指すかっていうところなんだけど、ここら辺がね、まあ、ただ日本ハムもこれレイエス選手、マルティネス選手いるってことで、今年に、来季当然ペナント制覇目指すために狙える投手補強はしたいよねというところではあるよね。そしてロッテ、ロッテ外ポランコ選手、この2選手が残留と。でピッチャーはねまだ不明なんですけど、メルセデス選手はまあ成績見ても残したいんじゃないかなと。でもう一人カイケル選手はどうするか、サイヤング賞ね。ちょっと契約のあれが分かんないですけど、そう考えるとロッテもやっぱりコルデロ選手やってくれなかったんで、やっぱり抑え候補をまた補強したいんですよ。そこら辺どう動いてくるか。そして楽天はね、投手で言うとソン・チャンホー投手はまあいつものごとく残ってくださいって感じだと思うんですけど、フランコ選手はどうするか、うん、まあ本人的にはね残留したいっていうところだと思うんですけど、まあそれにしたって、投手に野手1、今年はね5人は最低やっぱり補強してほしい球団ではありますね。まあ森山選手も取ったんで、俺はチーム再建で CGM にもなったとこういうところでね、楽天のこの補強はね今年要注目だなというところであります。うん、そしてオリックスもエスピノーダ投手、ペルドモ投手、マチャド投手を残留、決まりました。素晴らしいです。この3人いればまあ間違いない。でね、まあ18歳なんでまだ先ですけど、台湾のね、チェン・ムーヘン投手なんかも獲得してます、育成でね。このあたりも出てきたら面白いなと。でセデーニョ選手、野手は残留希望って考えると、まあね、投手はこの3人で回して、あと野手1人、補強するかどうかっていうラインだと思うんですね、オリックス。そのポジションをどうしていくのかというのを、今後 FA を踏まえた上で、炙り出していきたいなと思います。そして西武、ヤン投手とコルデロ選手は構想外だって、びっくりしちゃったかな。ヤン、そうね、ヤン投手はね、まあ成績的にはちょっと厳しかったあったんだけど、2年目に期待かって思ったんですけどね、高みを目指すと。でアブレ投手もちょっとまだ見て、まあね、っていうのがね。でアギラ選手は再来日して怪我を確認して契約するかどうかっていうのは言ってるんですけど、まあ年俸を考えるとちょっとアギラ選手の普通だったらリリースレベルの、ね、成績ではある。そう考えると、やっぱり西武は野手に投手にぐらいサイドやってもいいんですけど、西武こそね 2-2 取るなら1人ずつぐらいよ、他球団の活躍した選手、リリースされた選手をパッて掴むの方が確率は高いんじゃないかなっていうふうに僕は思ったりするんですけど、まあ以上踏まえて、今ね、もう残留決まった選手、そしてリリースかリリース濃厚かっていう選手いましたけど、このリリースラインのところで他球団興味出そうな選手はいるのと探しました。見つかりました。まずは巨人のモンテス選手ですね。まあね、そうだよな。モンテス選手、本当は内野のユーティリティで入ってきたんですが、レフトのオプションを本人申し出でね、始まりまして、レフト守ることも多かったです。そこら辺のオプションもやっぱりプラスに働きそう、っていうところなんですけど、まず1球ダメね。カープどうなんですか？まあ、カープは、なあ、対象だよな。しかもカープはやられたんですよね、モンテス選手にね、結構。
全打席2いやそんなことないだったんじゃないかなそんなことないけど、でも大事な試合で確かにやられたんですよ。モンテスと門脇選手ですよね。うん、なので、まあ、カープは昨日の回でね、佐野選手 FA するのは狙いきたいよねっていうとか言ってましたけど、うん、そこをね、FA しなかったら佐野選手はこうレフトの枠でこのモンテス選手を抑えて、でもう一人外国人連れてきて、まあ、競争じゃないけど、どちらか当たれば今までプラスオンだという形がまあベターなんじゃないかなと。あのあんまりイメージわかんないんだよな、元巨人の外国人がカープに来るって。そうだね、ひょっとしたらないレベルなんじゃないかな。ないかもな、意地のなんかなじゃないですね。ただモンテス選手ね、シーズン通して見たら結構面白い選手かもしれませんよね。で2球団目、これね楽天面白いんじゃないの。楽天は今年ね、1位宗山選手取りましたけども、ホットコーナーっていうのはね、そういう上位ラインでは取ってないというところで、このモテ選手をサードでね、うんうん、そうすると浅村選手ファーストとかね、オプション聞かせられるんで、もともとは僕はサード取ると思ったんで。そうだね、うん、なのでサードとして獲得して、それでももう一人野手空きありますから楽天なんかは、まあ、そこで帳尻合わすというかね、うん、面白いんじゃないかな。まあ去年もねタワリー選手、ね、そうだねね、なんかも行ったり、うん、他球団の選手取ってるんで、うん、楽天なんかここら辺もね貪欲に、うん、狙っていくのはいいんじゃないかなと。で最後1球団ね、そうだ、これは西武だね。まあね、まあ、まあ、西武渡辺選手も2位で取りましたけど、うん、やっぱりレフトとしてこれ取るなら西武はレフトとして、まあこれ競争っていう形になるんだけど、ただもうね、アギラ選手、コルデロ選手やりますぜって昨日去年取った選手がやれなかったわけなんで、やっぱ一から野手を、ね、連れてきた選手がやるかどうかってもう本当分かんない現時点だと。特にプロ野球のピッチャーレベル高いですから、それならモンテス選手はある程度はやるよと、そうだね、こういう保険がついてるからね。この3球団あたりが狙うのは十分考えられるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そんな中でちょっと楽天が一番ちょっと可能性あるのかなと。 DH もあるからな。そうなんだよ、やっぱりね、やな、うん、カープはやっぱ内容はねもう埋まっちゃってるんでね、正直ね、うん、そう思うとまあ楽天あたりが CGM 再建ですよ本当に。昨日の FA 会でも注目は楽天って言いましたけど、これはね期待したい。大体予想また絶対って言った。あ、絶対って言いました？あれ、当たり前、言わない。じゃあ、撤回します。そして、マルティネス選手ですね。はい、これが注目ですけども、まあ、アメリカのね、記事で、うん、ソフトバンク DeNA が本命じゃないかっていうね。まあね。800万ドルから1000万ドル。まあ、10億円強のね、提示をしてる。まあ、その提示をしてるのはおそらくソフトバンクでしょうけども。なるほどね。まあ、ただね、やっと優勝に手がすごく、しかも抑えっていうところね。うん、泣きどころではあるんで、今 DeNA。これだから DeNA が今年のね、営業利益、かなり儲かってるって聞きますから、DeNA 球団っていうのは。だからこの日本シリーズの。ああ、そうですね。ああ、それはあるかもしれない。この利益を全額ベット。マルティネスベットだと。1で優勝できればまずいいんだと。いうところで、あと今中まで残ってないんかっていうね、そうだね、そこら辺もありますから、これで、ただね、そうなるとやっぱり同一リーグは本人的にも嫌だと思うんだよね。中日性格的になんかしなさそうな、ね、そうなんだよ、やっぱりその2期だったらソフトバンク有利だと思うんだけど、これウルトラシーね、まあ、あんまりそういうこういうねマネーゲームに参戦するってイメージはないんだけども、パリーグにもやっぱり抑えがいれば優勝を狙えるチームってありますよ、うん、日本ハムどうでしょう。まあ日ハムな、まあ欲しいわな。日本ハムね、4投手のまだ挙手も不明っていうところで、4投手分もういやいや1人いればいいと全然それでもいいからね多分、で先発はまあまた別に据えてくるっていうところで、こうね、まあこの3球団ぐらいかな。まあロッテもねキューバとのつながりはなくはないんですけど、あと巨人とかも、うん、ロッテと巨人のメンバー見ると、まあ、ロッテなんか言ってもいいんだけど資金力はねっていうところと、あとジャイアンツは今のメンツを崩してまで、こう10億とか、ね、選手契約バランスを崩してまで行くのかなっていうのはあるんですよね、まあ、一昔前なら確実に言ってたけどね。そう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 、ちょっと変わってきたんでね、そう考えるとウルトラシーガリのそうなのはやっぱり DeNA ソフトバンクこう日本ハム。なるほど、どうでしょう日本ハムね。わあ欲しいな、欲しいね、ダブルマルティネスでもいいじゃん、ひらがな登録とカタカナ登録してわかりやすいようにね、
はい、ということで海田さんが外国人の遺跡触ってくれました、はい、皆様からのコメント、いいね、チャンネル登録お待ちしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。ビシエド、まあ、そうだ、ビシエド選手カフどうですか、セーブとか。あーえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。